はい、西教授です。学び直し、大人のための英文法第41回です。で、前回で動詞周辺の文法が一通り終わりました。そこでまあ今回は、本当はね、ここまでチェックテストやろうかなと思ったんだけども、まあ、それは自分でやってもらった方がいいかなと、大人だしっていうふうに思い、名詞の文法に入っていきます。で、名詞の捉え方って結構文化的なところが大きくて、自分たちは英語文化の中にいないので、かなりこう、捉え方が違ってるのね。で、彼らがどう捉えているのか、ということをまあ、だんだん共感して身につけていく必要があると。まず、加算名詞か、不加算名詞か、なんて日本語だと考えることはないですよね。もしくは、加算名詞である、場合、単数であるか、複数であるか。これもまあ、意識しないですよね。例えば、ゴッホのひまわりっていう絵は、ひまわり。っていう題がついていて、まあ、7点あるんだけども、すべてサンフラワーズですよ。だから日本語でひまわりって言われたらひまわり1本書いてあるのかな、2本書いてあるのかなって分かんないが、彼らはサンフラワーズ、必ずこの図をつけることによって、まあ、3本から7本くらいなんだけども、まあ、そうやって複数書かれてるよってことが明らかに分かる、まあ、そういう認識の仕方をしてるわけだね。まあ、これはもう本当認識の問題だから、周りのものをどう見るか、どう見えているかの問題であって、どう見るか、どう見えているかっていうのは文化、もしくは言語によって、まあかなり影響を受けるわけだな。こういう文化圏だ、こういう言語圏だ、こういう言語が身についてる。だからこう見える。っていう話になっちゃうわけだ。そうするとその見え方を外国語を勉強することによって僕たちもそう見えるようになるかっていうと、なかなかそう見えるようにはならないんじゃないかと思う。まあ、少なくとも彼らがどう見ているかをここはね、理解するという部分だけじゃなくて、理解しながら数を追いかけていくことによって、あ、こういうふうに見てるんだ、こう見えるんだ、あ、これもこう見えるんだ、これも同じことかというふうにして、英語を使うときに限って、まあ、そういう見え方なんだということを意識し、まあどん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 それを使いこなしていくことによって、まあ、かなり無意識に、英語を使うときには無意識に単複とか加算不加算が理解できるように、使いこなせるようになっていくというのを目指していきたいと思います。で、学習方法としては、まあこれさすがにこの頃はないと思うんだけど、これは加算名詞、これは不加算名詞、覚えましょう。加算名詞は数えられる名詞、不加算名詞は数えられない名詞って言われても何も分かんないですよね。そもそも日本語の中に数えるか数えないかっていう概念そのものがないわけじゃん。だってひまわりで済むわけだから、ね、というわけだから我々にとっては全然ピンとこない話なんだよ。で、加算名詞か不加算名詞かっていうのも、結構多くの名詞はどっちでも使うわけだ。つまり名詞に対してどう見えているから加算である、こう見えているから不加算である、そこを掴んでどういう見え方をしているのかということ。例えばあでもね、要はこれ次インディビジュアルが来るよ、個別なものが来るよっていうことを指し示しているわけであって、名詞にあをつけるっていう感覚はちょっと違うんで、あがそれ自体意味を持っていて、そこと名詞が組み合わさることによって一つのイメージが喚起される。まあこういう感じなんだよね。まあ自分なんかは昔習った時には、加算名詞とは数えられる名詞のことだ、不加算名詞とは数えられない名詞のことだと習って何にも分かんない、いや数えるとか数えないとかなんすかみたいな感じだったんだけども、まあ本当に不思議だったな。で、しかも最高に面白かったのはこれだな。加算名詞は数えられる名詞のことだ、不加算名詞は数えられない名詞のことだって教えた後に、不加算名詞を数えるときは a piece of などを使う、は？思った。だって数えられない名詞が不加算名詞で、数えられない名詞を数えるときにはピースを使う、なんだこれって、ピースって平和かよというふうにまあ思ったぐらいだ。数えられないものを数えてると平和になるのかみたいな、意味のわかんない新興宗教にはまったかと思うような授業だったんだけども、まあそれはそれでね、だったら自分で頑張るしかないというふうに思って自分で調べたので、まあいい勉強にはなったと、まあ、反面教師みたいなもんだね。ということで、まずは不加算名詞と加算名詞っていうのは、どれが不加算かどれが不加算かじゃなくて、どう見えてると加算と考え、どう見えてると不加算と考えるか、
この大前提から入ります。今日はそこだけやります。ちょっと多くのことやると混乱するので、一つのことに絞って、でたくさんの名詞に触れることで、イメージを作り上げようと、まず一番基本のイメージを作ろうと思いました。まず加算名詞 countable C ですね。不加算は uncountable U と言います。要は特定の形が具体的にイメージできるかできないか、これが一番基本です。例えばリンゴって言った場合、丸い形が浮かびますよね、特定の形が。ところが水って言われた時には形、もうちょっと言うと輪郭だね、形、まあその輪郭だ、輪郭イメージできないでしょ。輪郭ってどんな字だっけ、こうか。輪郭自体がイメージできない、ね、水だったら、だって区切りがないもん。例えば球形って言われたら、え、形ないじゃんって思うよね。形ないですけども、5時から5時5分まで休憩っていうように、始めと終わりを区切れますよね。始めと終わりが区切れるっていうことは、一つの輪郭ができるというように考えます。区切りがあるからね。だから Have a rest, a rest というように加算で使います。加算名詞っていうのは基本的には単数形だと a と共に使い、もしくは複数形、もしくは the プラス単数複数で使い、基本的には裸で使う、つまり裸のままアップルのまま使うということはありません。で、不加算名詞は a をつけたり複数形にしたりすることはできません。 the はつけられるけどね。ということで、一つのイメージね、輪郭が具体的に区切れるか区切れないか、つまり個というイメージができるか、個という個って区切りでしょ。だってインディビジュアル、もう区切れない、ね、もう分けられない、だからそこまでは分けられる、そこで外との区切りができるわけだ。もしくはもう一つは加算名詞って複数性、つまり2つあるっていうイメージができる。不加算名詞は2つっていうイメージはできない。2個あって1個2個区切りがあった2個だけど、こう広がっていくわけだ、ボワーンって大きいとか小さいとかね。でも個別の輪郭はないわけだ。だから複数性っていうのは想定できない。つまりもうちょっと言うと、分割しても性質は変わらない。例えばケーキってさ、一瞬ホールケーキを浮かべたら形浮かぶけど、まあいろんな形あるじゃん。でホールケーキ切ってもケーキじゃん。でもペンは形浮かぶよね。ペンを分けたら、割ったら、もうペンとしての性質ないじゃん。でしょ？分けても切っても同じ性質が残るというようなイメージも U のイメージではあります。このあたりをこれからこれだけやります。いいですか？例ちょっと数多くやるけどね。いくよ。I eat an apple every day. 毎日リンゴを食べるよ。リンゴっていう丸い形のものを食べてんだなと思えばいいね。で C。C は黄色で引っ張ってます。それに対して My mother put apple in the salad. お母さんはサラダにリンゴを入れてくれた。この時、加算名詞の apple が入ってると気持ち悪いでしょ。加算名詞だとしたら an apple、 あるいは apples だよね。 an apple だと、キャベツやレタスがこうやってある中でリンゴだけ、丸いリンゴがゴロンって入ってる、気持ち悪いね。 apples だとゴロン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 って入ってる、もううまいよかよっていう感じするよね。やっぱりリンゴが入ってるってだけ、リンゴの形はスライスかもしれないし、吸ってるかもしれないけど、丸い形のリンゴじゃないよね。そうするとこの輪郭がイメージできなくなっているので、このアップルは U で使っている。リンゴは加算名詞です、水は不加算名詞ですというイメージではないわけだ。アップルは加算名詞で使うことが基本だろうけども、形が元々の形じゃなくなった場合、そうなってしまうと U で使うと。
ちょっとピンとこないと思うんで同じことでやるよ。By mashing a dozen potatoes, you get enough potato for this recipe.、ね、1ダースほどの十何個のポテトをマッシュ。潰すんだね。ことによって、このレシピに十分なポテトを得ることができますよ。このポテトは潰されているわけだから。でしょ？で、レシピに、まあうん、ポテトを使うわけだね。で、丸まま使うレシピじゃないんで。からすりつぶしてやったら量が多くなって、かさが多くなって、で、まあ十分なポテト。こっちは、じゃがいもの形をしているじゃがいも。これはじゃがいものなんだけど、形を失ったじゃがいも。そしてこうなったとしたら、分割しても性質変わらないですよね。でも、丸ままのポテトを切っちゃったら、丸ままというイメージは違っちゃいますよね。そういうことです。要はここね、しつこく言うと今日これね、これを徹底していきたい。じゃあ、類例。There are some eggs in the basket. Egg, 卵って言われたら、こう、この形浮かびますよね。で、それがいくつか入ってるわけだ。You've got some egg on your tie. ネクタイにちょっと卵ついてるよ。この時、加算名詞の卵がついてたらおかしいでしょ。こう、丸い卵がポンとか、ポンポンとかついてるわけないじゃん。ということは、これは卵料理のなんかオムレツかなんかの卵が跳ねたとか、そういうことなんだなと思うと、もともとの形、特定の形は維持してないよね。ということで、これは不可算で使います。ですか？卵は加算。そういう勉強じゃダメだけど、加算と不可算は物の見方なんだと。で、加算の場合は、必ず元の形、具体的な形、初めにイメージした形が維持されていると。こっち側はもう形は維持されてない。いい？じゃあこれはどうだろう。I bought an orange and a grape at the supermarket. スーパーでオレンジとブドウを買ったよ。よく見えるね。がダメなんです。で、これ日常的なところでね、僕たちが思ってる以上に彼らは敏感です。加算と不可算。加算か不可算かなんて考えてないんですよ。加算だと加算のイメージがパッと浮かび、不可算だと不可算のイメージが浮かぶので、そこが違っちゃうと、ものが違うものに見えてしまうんだね。だから、ここちょっと日本人にとっては辛いけど、ちっちゃいことだっていうふうに思ってしまうかもしれないけども、日常会話で全然イメージが共有できなくなっちゃうので、気をつけたい。じゃあこれ何がいけないんだろう。ブドウってね、実はオレンジはオレンジの形いいよね。ブドウって形どう？実はこうなんだよ。そしたらこれブドウ一粒買ったんだよ。買わないよね。こうやって。こんな大きい小さいやっちゃいけないけど、これを買ったんだよね、多分。ということは、これこのままだったらブドウ一粒にしか見えないんだよ。だからここは、A branch of、 ブランチ一つの枝ね。で、グレープス、ここは加算なんだよ。グレープいっぱいあんだよ。グレープいっぱいあって一つのブランチになってるよ。こういう形で言わないといけないわけだ。だからこれは一粒のブドウになるので気持ち悪いねっていうことが瞬時に思いつきたいんだ。瞬時に浮かぶようにしたいんだ。そこはやっぱり我々にはしんどいところなんだけども、彼らはこれだと瞬間でえっと思うからね。じゃあもうちょっと続けるよ。チキンっていう単語はめんどくさくて、鶏とかひよこもチキンだが、それだと形は想定できるよね。で、それを分割したら変だけど、鶏肉になった場合は、形は様々な形が想定できちゃって、一つの具体的形じゃなくなるよね。
で鶏肉になっちゃったら切っても鶏肉だよね。でも鶏は2つに割ったら死体だよね。鶏じゃないよね。ということで分割可能性、具体的な形、その辺で、鶏ひよこは加算だけど鶏肉は不加算だということを気づくね。 I had a chicken when I was a child。 子供の時にはひよこを飼ってました。よくお祭りとか行ったらさ、ちっちゃいひよこ売ってんじゃん。だいたい死ぬんだけど結構育つ場合があって、家で飼ってたらめちゃめちゃでかくなってマンション追い出せそうになったっていう人も、友達もいたね。 I had chicken for dinner last night。 昨晩はディナーにチキンを食べたよ。これは鶏肉だね。まあ豚とかだったらピッグは母さん、豚肉はポーク。こうやって単語を分けてくれるからいい。牛だってカウは加算、牛ね。ビーフは不加算。でも単語を分けてくれるからいいけども、単語を分けてくれないやつは加算か不加算かで、どっちで使われてるかで瞬時に判断しないとまずいわけだ。ね、こんな文、構文が難しいわけじゃないから、日常的な文だからパッと判断しないとまずいわけで、ここで間違うと本当に違うイメージがパッと相手に浮かんじゃうので、例えばケンタッキーフライドチキンにいて Two chickens please って言うとどうなる？チキンズで使ってるとしたら加算、加算だとしたら形が想定できる、形が想定できちゃうとしたら1はだね。ということはこれ2はくれ、2は丸ままくれ、食えって、こんな話なんで。でこれはもうとっても滑稽、まあ2は丸まま食べる人はいいよ。でもこれ実際に彼らそう響くっていうのは、ブルース・ブラザーズっていう映画があって、まあ、これ2もあるけど1が圧倒的に面白い。で、まあ、孤児院で育ったやつが、孤児院が潰れちゃうことになったっていうんで、お金を集めなきゃと思ってバンドを再結成する、昔の仲間を集めていくんね。そこでまあこういう、ハンバーガー屋みたいなところに行って Two chickens please とか言うんだよ。そうすると出てきておかみさんがバカだ、バカが来たみたいな顔して、昔の友達だった旦那においバカが来たよみたいな伝えに行くんだ。でこの Two chickens please、この1は、この1号、1号とかこのワンフレーズで2は丸ままくれよって言ってると思わないといけないわけだ。じゃあ2個くださいっていうのはどういうのかっていうと、two pieces of chicken。 ピースっていうのはかけらっていう意味だと思うかもしれないが、かけらっていうよりは一塊断片ぐらいな感じだ。でケンタッキーの場合はね、ドラムとか腿のとことか胸肉とかあるでしょ、形は違うよね。でも形は違うけど塊であって、でピース、区切りはあるよね。形は違うけど輪郭は具体的にイメージできるよね。そういう時ピースを使っておくんだ。これ結構便利だよ、ピースで、オブチキン。ただまあケンタッキーとかだとチキンに決まってるから2 pieces please、まあ、相手も分かってること、相手も了解してることはわざわざ言わなくていいっていうのもあるから、 2 pieces please といえば、まあチキンの1種類しかなければ通じるだろうけどね。じゃあもうちょっといくよ。 This is a fish。 This is fish。 これは魚ですよ。魚じゃないみたいな感じの動物だけど魚なんですよって教えてるんだが、こっちはこれは魚肉です。このチキンと同じパターンだね、魚肉です。こうなるわけだ。これ何の肉かな、何ののかな、この食べ物と思ったら魚肉ですよとか、まあ、この頃ね、牛肉に見せかけたと同じような味のものとかね、ベジタブルから作ったものとかねあるので、まあ、これ何だろう、あこれ魚肉ね、フライとか食べてね教えたりすると。ところがこの加算飯のフィッシュは単複同形って言われてるんだよ。よく複数でもフィッシュのままだよ。
例えば I caught 10 fish yesterday、 昨日10匹魚釣ったよ。10匹って言ってるから複数形のはずなんだよ。でもフィッシュのまま言ってるっていうのは、魚を釣る人って食料として考えてると考えるわけだ。つまり食料として考えてるとしたら、魚一匹一匹に違いはなくていいわけだ。もうつまりそこにインディビジュアルなものを感じなくていいわけだったら、もうわざわざ複数形しないでもいいんじゃねっていう感じ。抽象名詞ではないんだけど、もうこれを魚は均質だと考えてるから、もう単複同形でいっちゃえって思ってるわけだ。それに対して一方、旅行のパンフレットなんかでは You can see a lot of fishes here、 ここでは多くの魚が見られますよ、つまりさまざまな種類の魚っていうふうに言いたかったら Fishes を使う。なんかこれ黄色で引っ張ってるんで、どっちも加算で使ってるんだけど、複数のくせに単数の形のまま言ったり、複数になったら複数形を使ったりするっていうのは実はそういうことなんだ。一個一個を見てない、ひとまとまりで見て差はない、均質性だ。こっちは一つ一つの違い、種類を見てると、こういう感じなのね。いいかな。じゃあもうちょっといくよ。どこが変？ Which do you like better, dog or cat?犬と猫どっちが好き、まあ、犬派猫派なんてよく聞く質問だよね。そのつもりで Which do you like better, dog or cat? こう聞いたら恐ろしいことになるよ。ドッグとかキャットに対して犬肉とか猫肉っていう別の単語はない、別の単語がなくて不可算で使ってる。ということは犬肉と猫肉どっちが好きって聞いてる。ちょっと少なくとも僕たちの文化の中では怖いよね。うん、犬が好き、 I like dog なんて言うとやばいよ、犬肉好きみたいな、ね、まあ食肉そういう文化もあるけども、少なくともまあ自分たちの仲間で言うとギョッとされるだろうな。これはどうするのかっていうと、 dogs は cats、 複数形にして全体像を表すという用法使います。いいですね、ここですよ、これですよ、ずっとこれ今日やりますからね。具体的形のイメージ、複数性、インディビジュアル、分割ですね。これ実はチーズって不可算名詞だよ。だって切ってもチーズじゃん、スライスしてもチーズじゃん、形を変えちゃってもチーズじゃん、でしょって考えるんだよ。もうちょいいきますよ。 In summer I drink beer every evening、夏には毎晩ビール飲むんだ。ビアは液体ですから不可算です、輪郭ないからね。でも Two beers please、 こう言える、加算で使っちゃってる。なぜかっていうと、ビールは液体だ。で、液体だから輪郭がない、ね。数えるためには輪郭が必要だ。じゃあ輪郭としては入れ物とかを用意すればいい。そしたら、two bottles of beer。入れ物、形あるね。これは数えられる。こうなるわけだ。ところが、さっきも言ったように、お互いに共通して理解していることはわざわざ言葉にしない。こうやって節約していきたいわけだよ。そうすると、ボトルに決まってると思ったら言わなくていいわけよ。でこのオブはボトルとつなぐためにオブが必要だから消すわけよ。でもトゥーってもう言っちゃったからビアのままじゃ困るので、図、ここに図をつけておく、こうなるわけだ。だからもちろん、ビールがグラスで出ると決まってたら Two glasses of beer, two beers ってなるよ。イギリスとかだったらパイントグラスってだいたい 500cc ぐらいかなで出るに決まってるわけで、まあバーでね。でワインとかだとそのパイントグラス使うわけないんだよ。だからあ、パイントビアプリーズのオブビアを消して、あ、パイントプリーズ、こっちだけでも言える。
さっきのチキンの時の Two pieces of chicken please を Two pieces please って言えたのと同じだ。いいかな。この of beer が消えてしまってもパイントって言われたらパイントグラスに決まっていて、でパイントグラスで出すのはビールに決まっているので、 A pint please で十分通じると。こうなる。類例ちょっとピンとこないから類例いくよ。ピンときにくいからね。 I'd like to drink some coffee。 コーヒーをいくらか飲みたい。この some っていうのは限定詞って言って、まあ the とか a とか this とか his とかそういったものが限定詞って言われるんだけど、まあ名詞に対してその性質とか数量とかそれを明らかにするのに使う。でこの場合 some でいくらかのって感じ出したわけ。でこれをつけることによってコーヒーっていうのは飲み物としてこう具体化された感じはイメージ化されやすい。ただコーヒーという液体というよりは飲み物としてコーヒーをいくらかっていう感じ、いくらかっていうニュアンスなんだけどね。ということで、深さんで使ってる。それに対して Could I have another coffee? Could I have another coffee? もう一杯コーヒーいただけますか。これ another っていうのは another だからね。監視についてはもう少しね、次か次の次ぐらいに説明します。で on がついてるっていうことはこれは加算で使ってる。じゃあなんで加算で使ってるのっていうと、さっきと同じで喫茶店で頼むならカップで来るに決まってるよね。これ another cup of coffee で消えて another coffee、 こうなってる。もちろん two coffees please は言えるよ。 two cups of coffee、 two coffees please、 こうやって言えるよ。同じことだね。次 U から C、 形がないから U なんだが形を取ったら C になるよっていう話。これもまあ一つの流れがあるので一連のものとして考えたらいい。 I have a lot of work to do this week。 今週するべき仕事がいっぱいあるんだよ。仕事って言われたら形浮かばないよね。絵で描けないでしょ。だから深さん。ところが This is a great work of art。 これは素晴らしい芸術作品だ。つまり芸術家が仕事をして仕事をして仕事をしてついに形を作り上げたら作品だから work、 作品は加算。つまり形がないものから形を作り上げていって形になった、具体的な形を取ったら加算。このイメージだ。 There is no room for improvement。 この場合 room は余地、空間、スペース。それは区切りないよね。だって空間って区切りないじゃん、輪郭ないじゃん。だから深さん。ところがそれを天井とか壁とか床とかで区切ってやると具体的な区切り、輪郭が浮かび上がってくるね。それは部屋です。だから部屋は加算。まあ加算のルームの方がよく使うけどね。でも深さんから加算になっていく流れ分かるよね。形がないものに形を作ってやったら、形がないものを積み重ねて形を作ってやったら加算になってる。でグラス、これはガラスっていう素材を表すときには深さんだ。だってガラスっていうだけだったら区切りないじゃん。そこから形を作ってやってグラス、グラスね、となったら加算だ。でついでにグラシーズはグラスが2個で1個になっているのでメガネ、形があるグラスが2個でワンセットになっている感じなのでメガネ、こうなる。ファイア、火、これはこうやってボリメラメラって形変え続けるよね。メラ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 って、だから輪郭取れないので深さになるが、A fire、 火事っていうのは火事1回、火事2回、火事3回とかいうように始めて終わりがあって、1回、2回、3回こうやって植えて一つの出来事として輪郭作れるよね。だから加算。 kindness、 親切さっていうのは抽象的だよね。だから深さん。
抽象的なやつを抽象名詞っていうんだけど、例えばビューティー、美、ラブ、愛、アネスティ、誠実さ、ナウレッジ、知識、楽、運、インポータンス、重要性なんていうのは抽象名詞で基本的には言うです。でもそれが親切さという抽象的な目に見えないものが具体的な行為、形となって現れた。形となって現れるってイメージわかるかな。だってごめんなさい、形を示せってヤクザに言われたらお金出せってことだよね。形ですみたいな、ほんの形ですとか、そういうことが具体的な形をとって浮かばれた、現れたら加算。これは親切な行為。例えばウジュドゥミヤカイドネス、ちょっとお願いがあるんだけど、まあドゥミヤフェイバーと同じことだね。親切なことちょっとやってくんないとか。 Thank you for your kindness、 複数形になってる。いろいろ親切なことをあれこれそれやってくれてありがとうね。ほぼ決まり文句のように使いますけれども、このように加算で使ったりするわけだ。ビューティーも美しさというのは抽象的なものだけど、具体的な形を取ったら、例えば人だったら美人とかね、あるいは美しい景色、つまり美というものが具体的形を取って目の前に現れたぞというふうな場合は加算になる。つまり具体的な形を取ったということだね。例えば Here is a beauty、 まあ場合によってはここに美人がいるぞ、これは美人だなとか、ここに美しい景色があるぞ、これは見事だなというような使い方をします。最後 Love、 愛、愛は形ないよね、書けないよねって言ったらすごいやつがいたよ。あの昔授業受けてる子で、前の方に座ってた子で、女の子ちょっと面白い子なんで、書けるもんって言いやがった。えほらってこれを書きやがった。で、2つだってあるよ、ほらラブラブとか意味不明なこと言われて、だから加算だって言い張られて、これは困ったなと思ったことがあるね。でもまあ普通愛っていうのはこうもう目に見えない輪郭の取れないものと考えようよって、ね、でということで深さなんだが、 I love like this、 このような愛って言われるとあがついちゃうんだ。これ形を取ってるっていうわけでもないんだけども、このような愛っていうことによって、こんな愛とかそんな愛とか、あんな愛とかっていうように、いろんな愛種類がイメージされて、その中の一つってことになるね。で、あっていうのはこれあを教えるときにまたやるけども、 one of them なんだ。漠然いろいろある中からどれというわけじゃない一つを取り出してきましたっていうのがあなんだ。ただこんな愛そんな愛、ね、いろんな愛がある、その中でこのような愛っていうように一つ取り出してきましたということだから、複数の中の一個取り出しましたな感じになるんで、そうなると複数性がラブ自体にも感じられちゃうわけだね、この表現の中では。ということだから、ラブにさまざまなバージョン、さまざまバージョンのラブを想定してしまっていて、その中の一つと言いたいのでアになる。ちょっとここはね、形を取ったとは違うんだけども、こういうアの使い方もあるわけだ。ということで、この種類で加算になるよっていうのは、深さんが種類を考えたら加算になるよっていうのは、後でも、次回もやります。ということで今回はこれだけ挙げていきました。そして同じことをやったぞ、習ったのは一つのことだぞと思えるように具体例をたどっていってほしいと思う。場所いいかな、ね、でやったのはしつこく言うが、今日ゆっくり喋ってしつこくやってんだけど、国有が具体的な形、輪郭、始めと終わりがイメージできる、複数性が想定できる、分割しててもしても性質は変わんない。チョークもそうだよね。このチョーク折ったって使えるじゃん、役割できるじゃん、まあ、短く文字すれば持てなくなるけどさ、だからチョークも深さんだよというふうになる。そこにプラスアルファを加えながら、あくまでもこのことをしっかりと分かってもらうという説明をしていったわけだ。
今日のところしっかり見直したいですね。これ普通に日常的に英語を使って急に変だと思われたり、何言ってんのって思われたりするところだから、しっかりともうパッと出てくるように、パッと違いがイメージできるように復習してください。では今回はここまでです。 See you. Bye bye.